背景です。今回は松井監督示唆キャッチャーは併用へということで、松井新監督がキャッチャー起用について言及しましたので、今回は松井監督が言っていたそのキャッチャー起用について簡単に解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、今季キャッチャー併用へということで、まずは記事の方から読んでいきたいと思います。西武松井監督がキャッチャーの日替わり起用を示唆した。正捕手の森がオリックスに FA 移籍したが、トモヤがいなくなって初のシーズン正捕手と考えなくていいと見据えた。さっきは4月に森がロッカーで感情的になってマスクを投げつけた際に右手人差し指を骨折、離脱した約2ヶ月間は柘植が牧野らを起用した。牧野は昨年6月に右肘手術をして今季は育成契約でスタートとなったが、指揮官はいい色を出してくれた。成長していく中で最高の経験になると期待する。またベテランキャッチャーの岡田も同7月に左膝を手術して開幕1軍を照準にリハビリを行っており、岡ちゃん楽しみに待っている存在は本当に大きいと語ったということでですね、まあ、松井新監督、森友哉選手が移籍に伴ってね、キャッチャーポジションが空いたんですけれども、まあ割とね、やはり個性を知るところは設定せずに、まあ併用していくという方針を明確にしました。じゃあまあ併用していくというふうになってるんですけれども、まあ誰がね、じゃあその併用要員、まあ候補になってくるのかっていうところで話していくと、まあやっぱりね、主に候補は3人なんじゃないかなというふうに思います。まあ本来であればね、牧野選手も入れて4人なんですけれども、ちょっと牧野選手トミージョン手術で育成落ちということでね、まあ今シーズンおそらく多分1軍の試合に出ることは難しいんじゃないかなというふうに思うので、まあちょっと今回はね、牧野選手はまあ候補から外し、まあ古賀選手、柘植選手、岡田選手のまあ3人がやっぱり、来シーズンのキャッチャーの候補になってくるんじゃないかなというふうに思っています。まあ一人一人ちょっと話をしていくと、まあ古賀選手ですね、まあ昨シーズンルーキーイヤーだったということなんですが、まあ森選手のやっぱ故障もあってね、まあ岡田選手の故障もあって、まあ一軍をしっかりとこう経験することができたんですよね。まあこれ非常にやっぱりまあルーキーでなかなかあれだけね、マスク被るっていうのはできることではないので、まあ1年目からそれをしっかりすることができたっていうのは、非常にまず古賀選手にとっては大きな財産というか大きな経験だったんじゃないかなというふうに思っています。で、しかもそんな中でしっかりと、まあ、一軍のピッチャーリードしたんですね。まあ、昨シーズン二桁勝利をした与座投手、エンス投手、この二人を非常にうまくリードしました。まあ、特に与座投手なんか本当になかなかね、ここ数年結果出てない中で、まあ、うまくこう高めのストレートを使っていったりだとか、この高低差をうまくつけてリードしていったのはやっぱり古賀選手のおかげだし、まあ、それがあってやっぱり与座投手あれだけ慣れた部分もあるかなというふうに思いますので、まあ、非常にやっぱり古賀選手ですね、一年目ながらそのリードってところに関してはいいものを見せてくれたんじゃないかなと、いうふうには思っています。で、バッティングっていうところに関しても、まあ、選球眼がね、非常に高かったりとか、まあ、あとホームランも打ったりとか、結構ね、パンチ力も兼ね備えていますので、まあ、ちょっと打率に関してはね、1軍で1割5分ということでね、低いんですけれども、まあ、非常にそういう選球眼とかパンチ力ってところはね、可能性感じる部分ありますので、まあ、もう少しそのコンタクト率、バッティングの率っていう部分を上げていくことができれば、本当にバッティングの部分でも十分に戦力になれる選手なのかなというふうに思っています。で、古賀選手ね、ドラフトの時とかはね、結構強肩が武器ということでね、まあ、結構キャンプでも古賀選手の二塁送球すごいということで、まあ、話題になっていたんですけれども、まあ、まさか昨シーズン盗塁阻止することはできなかったということで、まあ、一番の自分のこうアピールポイントで結果を残すことができなかったんですね。まあ、やはりね、まあもちろん肩の力だけではなかなかやっぱり一軍の盗塁っていうのは刺すことができないので、まあスローイングだったりとか、まああとはこう握り替えの速さ、ステップの速さっていうところもね、非常にこう重要になってきますので、まあ今もやっぱり自主トレはしてると思いますし、まあ秋季キャンプとかもやってきたと思うので、まあやっぱり今シーズンに関してはそこのフットワークの部分だったりとか、まあ、盗塁を刺していくための、やっぱこの肩を生かすための、まあ、スローイング、送球っていうところを、まあ、ぜひ磨いていってほしいなというふうに思っています。まあ、そこがやっぱできるかどうかで、まあ、古賀選手がやっぱりどれだけマスクを被れるのかどうかっていうのが変わってくると思いますので、まあ、バッティングの確実性、そして盗塁阻止っていうところをね、課題持ってやっていってほしいなと思っています。はい、二人目、柘植選手ですね。まあ、柘植選手ね、今シーズン4年目ということでね、まあ、3年間ずっとこう、一軍の方で経験をしてきたんですけれども、まあ、森選手がやっぱり結構メインとして出ていたので、まあ、そんなにこう1年間めちゃめちゃマスク被ったかというとそういうわけではないんですが、まあ、ある程度やっぱり一軍はもう経験してきている選手なのかなというふうには思っています。まあ、なのでやっぱり経験的な部分で言うと、まあ、古賀選手よりはもちろん上ですし、まあ、ピッチャーとのコミュニケーションだったりとか、まあ、信頼っていう部分もね、得ているところはあるんじゃないかなというふうには思うんですよね。で、バッティングっていうところでもね、まあ、結構パンチ力があったりとかはするんですが、まあ、ちょっと確実性がないというところでね、まあ、古賀選手も同じなんですけど、柘植選手もね、まあ、打率が1割台だったりとか、まあ、古賀選手まだ選球があるんですけど、柘植選手といった、まあ、選球眼もね、あんまりないので、まあ、やっぱりバッティングっていう部分ね、結構まだまだ柘植選手は課題あるなというふうに感じています。
まあ、やっぱりまずはバッティングっていうところが、まあ、どれだけ打つことができるのか。まあ、パンチ力はあって、ポテンシャルは高いと思うので、まあ、しっかりとそのパンチ力を活かすために、バッティングを磨いてほしいと。まあ、そこはやっぱできないとなかなかやっぱ試合には出れないのかな、といったところですよね。まあ、一方でですね、やっぱ守備の方ではね、非常にこう優れていて、まあ、盗塁阻止率4割超えとチームトップ。まあ、古賀選手なかなかこう盗塁させなかった中で、次選手はね、4割以上盗塁を刺しているという点においては、まあ、非常にやっぱりここは大きい部分だと思いますので、まあ、ぜひね、この盗塁阻止っていうところはね、来シーズンもまあキープしてやっていってほしいなというふうに思います。まあ、ただ守備面でもね、若干課題があって、まあ、パスボールが今のところ一番多いのが、柘植選手なんですよね。まあ、森選手と、まあ、柘植選手で、まあ、結構出場試合数は多分2倍か3倍ぐらい違うんですけれども、まあ、その中でも、まあ、森選手より柘植選手の方がパスボール多かったということですので、まあ、結構やっぱ柘植選手はこのパスボールをしてしまうっていうのが、まあ、一個キャッチャーとして大きな課題なのかなというふうには思っています。まあ、簡単なバッテリーミスでやっぱ点を上げてしまったりとか、進塁を許してしまうっていうのは、まあ、非常にもったいないことだと思いますので、まあ、ここもね、やっぱり C 面ではしっかりと克服していってほしいなというふうに思います。まあ、なかなかやっぱり柘植選手、古賀選手ね、この二人と持ちつ持たれつの関係というか、まあ、やっぱり片方はこれがあるけど、もう片方はこれがあって、みたいな。これがあるけどこれがないみたいな風になっていて、まあいい感じにバランスは取れてんのかなっていう風には思うので、まあただやっぱり完璧なところはね、まだまだ二人ともないなっていう風に思いますので、まあやっぱこの二人がメインに併用にはなってくるかなという風には思っています。で、まあ三人目が岡田選手になるんですけれども、岡田選手はね、ちょっとまあやはりこう、ここ数年ずっと怪我に苦しんでて、まあ一軍出場は昨シーズンはなかったということなんですけれども、まあやっぱりこの二人に比べて年齢もね、キャッチャー陣の中では一番上なので、まあやっぱりピッチャーを引っ張っていく力、鼓舞していく力っていうのは、チームの中では一番なんじゃないかなというふうに思っています。で、バッティングの部分もちょっとなかなか一軍出てないので今の状態わかりませんが、一軍に出ていた時はね、結構、まあ打率こそね、あんま高くないんですけれども、まあ打席の中で結構ファールで粘ったりとか、まああとはしっかりとね、バントを決めたりとかですよね。なんならもうピンチバンターとして打席に立つ時もあるぐらいの、まあバントの成功率は高かったので、まあ、やっぱりね、そういったまあバントっていうところだったりとか、まあこう粘りっていうところ、まあやはりこう下位打線にいる選手としてはね、そういうのができるっていうのは非常に大きいことかなというふうに思うので、そこは結構期待できる部分なのかなというふうに思っています。まあ岡田選手ももう本当に来年35歳とか34歳とかのまあ年齢になりますし、まあやっぱり怪我もしてしまっている部分があるので、まあ体の回復具合、まあフィジカル、まあ一軍でどれだけやれるのかっていうところが、まあ一個懸念されるところかなというふうには思います。それでは最後、起用法について具体的に話していきたいと思うんですけれども、まあこの3人をじゃあどうやってね使っていくのかってことについてここから話していくんですが、昨シーズンのまあ傾向から考えるとこういった起用法になるのかなというふうに思っています。まあ、古賀選手がまずエンス投手、与座投手、松本投手ら辺と組むのかなというふうに思っていて、まあ、やはり昨シーズンを考えると、まあ、古賀選手は主にまあエンス投手、まあ、与座投手と組むことが多かったですよね。で、実際にこのエンス投手、与座投手の、まあ、この古賀選手と組んだ時の防御率、それが括弧内になるんですけれども、まあ、2.43 と 2.25 ということで、まあ、もちろん組んだ頻度も多いんですけれども、まあ、ちゃんとね、こう数字としてもね、防御率として現れている部分があります。これは、ま、どのキャッチャーと組んだ中でもトップの数字になりますので、まあ、エンス投手、与座投手とのやっぱりコンビネーションはいいっていう風に言えるし、まあ、一番やっぱりどういう風にリードをしたら抑えられるのかっていうのを分かってるのは多分古賀選手なんで、まあ、この二人とね、来シーズンも組んでいくのはほぼ間違いないかなという風に思っています。で、まあ、ここにね、まあ、3人目松本投手ちょっと加えたんですけれども、まあ、やっぱり松本投手は基本的に、ね、森友哉選手と組むことが多かったんですが、まあ、昨シーズン古賀投手と組んで 2.25 ということで、これはま、森選手、古賀選手、柘植選手3人と組んだ中で、まあ、最も防御率がいい数字になるんですよね。まあ、そういったね、コンビネーションを考えると、もしかしたら松本投手は古賀選手と来シーズン組むことが多くなるかもしれないということで、ここに載せました。で、それ以外やっぱりローテーション確約しているピッチャーとしては、まあ、高橋光成投手、今井投手、まあ、このダブルエースの二人になってくると思うんですけど、まあ、この二人はね、主に柘植選手と組んでいくんじゃないかなというふうに思っています。高橋光成投手は昨シーズン柘植選手と組んで防御率 2.23。これは古賀選手と組んだ時よりいい防御率ですし、今井投手に関しては柘植選手と組んだ時に 1.15 ということで、これはね、もうダントツで一番いい防御率になりますので、まあ、そこをやっぱ考えてもね、高橋光成、今井投手、この二人はま、柘植選手と組むんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、逆にこの二人が古賀選手と組んでしまったら結局ね、ほぼほぼずっと古賀選手がマスクを被ることになってしまって、まあ、そうなってくるとやっぱりリードも偏ってしまう部分があって、まあ、相手からも研究されてね、結構苦しい部分あるんじゃないかなというふうにも思うので、
まあこの二人はおそらく鈴木選手と組むケースが一番多くなるかなというふうに思っています。で、まあ昨シーズンに関してちょっと岡田選手のね、データがないので、岡田選手に関しては何とも言えない部分ではあるんですけれども、まあ基本的にはやっぱりこう育成とかね、将来を見据えても、まあ小賀選手、辻選手がやっぱりメインになってくると思うんですよね。まあそれはやっぱ先ほども言ったんですけれども、まあこの二人はまだ若いですし、まあ結構持ってるものもいいものを持っているというのがあるので、まあこの二人は結構やっぱり片方は持ってるけど、まあもう片方は持ってないみたいな、そういうものがね結構あってね、まあいい感じにバランス取れるんじゃないかなというふうに思うので、まあ基本的にはこの二人の併用になってくるんじゃないかなというふうには思っています。まあその一方でじゃあ岡田選手どうやって活かしていくのかところであるんですけど、やっぱ岡田選手もね、結構もうまあ、ライオンズにいて長いし、まあ、この中で一番歴が長いし、まあ、年齢も一番上ということで、まあ、ピッチャー陣との信頼関係というところはね、非常に熱いかなというふうに思いますし、まあ、一昨年も高橋光成投手と一緒に完封をね、していたりとか、まあ、結構リード面でもいいものを持ってるかなというふうに思うので、まあ、古賀選手、辻選手がメインにはなるけど、まあ、この二人の調子だったりとか、まあ、あとはちょっとまあ、この二人で負け込んできて、まあ、流れ変えたいなっていう時に、まあ、岡田選手と組ませたりとかね、まあそういうやっぱ起用法になってくるんじゃないかなというふうには思っています。あとはやっぱり隅田投手だったりとか佐藤投手とかはまあ昨シーズンがルーキーイヤーということですので、まあ2軍の方ではもしかしたら何回か組んでるかもしれないんですけど、1軍の方ではねまだ岡田選手と組んだことがないんですよね。まあやっぱりそういう若いピッチャーを引っ張っていくっていうところにおいてはまあベテランの岡田選手非常に長けているところあるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ隅田投手だったりとか、まああとは新しく先発に転向する平投手だったりとか、そういうピッチャーたちとまあ組ませていくのもね割と面白いんじゃないかなというふうには思っています。はい、まあざっとね起用法に関してはこんな感じになるかなというふうに思うんですけれども、まあやっぱり森友哉選手がいなくなって、まあ今シーズンのライオンズのキャッチャーっていう部分はまあ正直まあ打線も含めて厳しくなってくるというふうに思っています。まあただですね、やっぱりこう期待できる選手っていうのはたくさんいますので、まあその選手たちがどうやって森選手の穴を埋めていくのか楽しみに見ていきましょう。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ツイッターの方も毎日更新をしているので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。